科学計算科学計算物理学計算物理学は解析的に解けない物理現象の基礎方程式を計算機を用いて数値的に解くことを目的とする物理学の一分野である。計算物理学ではナビエ・ストークス方程式やマクスウェル方程式のような物理学での基礎方程式を計算機を用いてひたすら数値的に解くという手法が用いられる。 流体力学でのナビエストークス方程式やプラズマ物理学での磁気流体方程式のような微分方程式では解析解が得られることは極めて稀であり理論物理学では多くの場合断熱過程や線形性など近似を用いて物理現象を説明する。ここ百年ほどの計算機とアルゴリズムの発達によって大胆な近似を導入しなくても数値的に解くことで物理量の おおよその振る舞いを調べることが可能となった。この計算機で得た数値的な解から新たな物理現象を発見することがこの分野の目的である。この数値的に解くことは一般にはシミュレーションなどと呼ばれる。この分野は一般には理論物理学に属すると考えることができるが、一方でこのような数値的な解析を計算機実験と称することもあるように、 実験的な側面も存在する。このため、物理学における理論、実験以外の第三の分野として、この計算物理学を捉える考え方も存在する。例えば、様々な条件下で基礎方程式を解くことで、新たな現象、効果の存在が示唆されることもあり、理論物理学者はそこから理論モデルを構築する。一方で大規模な実験の前にはほとんど必ず、 シミュレーションが行われており、実験を行う根拠として、数値解析の結果が使われる。ありがとうございます。